はい、じゃあおチャンネルママでーす。今日は大阪のアウトドアショップキャンプセールズさん主催のイベントフリートに来ています。イエーイ、めちゃくちゃ熱いイベントなんで楽しみです。早速見ていきます。ゴー。入り口すぐにフリートのイベント T シャツ、かっこいい。スタッフの方皆さん来ておられます。実際買えます。あとタグとかね、かわいいよね。シェラカップもあるし、パパさんの好きな黒です。そうね、迷ってんねん。もうすでに迷ってんねん。アンパンのお釣りで買えます。こっちもあるけど、これは何の模様かな。このロゴがここに。分かる人には分かる。フリート行ったやんって。フリート行ったやんか。見てこれ、ボンボネル入ってる、かわいい。これ全部タゴ入ったやつあります。じゃあ行きましょう、店内。では、ベルクロートさん。どうもベルクロートです。はい、スタッフさん、スタッフさんじゃなくて森田さんです。はい、どうも。今日はね、来ています。来ました。いや、ベルクロートのスタッフであるということで、まあ、宣伝隊長の森田です。はい、びっくりしました。で、一緒にちょっといいんですか、出ていただける。あ、いいんですか。ですよね。 ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと商品の紹介してもらおうと思います。いいです。よろしくお願いします。いっぱいありますんで、1個だけベルクロートくらい、1個だけ見なさい。1個だけ。まあ全部いいんですけど、はい、やっぱこちらのね、円です。円、円とは、円という焚き火台を作りまして、こちらね、あの580g とすごい軽量なんですね。軽っ。そう、 580g。 そうなんです。へえ。で、打倒ピコグリルという、あ、はい、で、はい、ピコグリルのなかった部分を僕らみんなで考えて作り出したのが円、うん、で、幕開けの方をね、最初出させていただきまして、幕開けの日々の売上ランキングも上位を占めました。すごいですね、はい、めっちゃすごいんですけど、やっぱりその大きく上回った。そうなんですよ。使っていただいた方も 100% 満足という、はい、もうやっぱでも使ってみないとやっぱ分からないじゃないですか、キャンプ道具。確かに、はい、でもこの軽さで、あの薪っていけるんです。いけるんですか。直径40センチに作られてるんですね、はいはい、で、市販で売られてる薪って絶対40センチなんです。ああ、確かに。割らずに使えるっていうのも売りです。で、360度、どこの方向からも薪を入れられて、はい、360度、あ、ファミリーキャンプだと囲めるんです。おー、みんなあったかい。普通、片方だけじゃないですか、あったまるスペース、はい、でも、これ360度火入れられるんで、どこからでもあったかいっていう。すごい。そのサイズが3、直径40センチですね。あ、だけですか今。あ、そうなんですよ、3パターンだし。3パターンあるんですね。でもやっぱりこちらの円の、あ、あります。すごい。ソロ、ソロも可愛いですね。ソロ円キャンプファイヤー。キャンプファイヤー、他にもいっぱい出してます、ね、よろしく。私これ気になったんやけど、ベルクラウド。これめっちゃ可愛くないですか。ありがとうございます。いや、あとこの引っ掛けるこれめっちゃおしゃれ。全部真鍮でできてまして、で、真鍮っていうのが、まあ、ずっと使っていくと、まあ、馴染んでくる、自分の使いの色になってくるので、まあ、僕はまあピカピカの状態でこれ売らせてもらってますけど、もっとこう劣化していった感じもおしゃれな感じ。へえ。その育ってるというかね。そう、まあ、キャンプ用具で育てるんです。育てるやつですよね。ね、じゃない方がええっていう。ね。はい、いや、他にもいろいろこんな。ボールゼロ用の。ボールゼロ以外でも。ボールゼロ以外でもできるような感じにしてて、うん、例えばこのボタン。シェードが、はい、これね、ここ外せるようになってて、
ここで。ああ、そうなんですね。でこれはゴールゼロってちゃんとしっかり書いてあるんですよ。あ、はいはいはい、であとレッドレンザーだったりとか自宅の電球なんかにも全部合わせて使えるように、まあ、家でも使えるっていう感じに、このボタンっていうのはね、かわいい、丸としててめっちゃお月様みたいな。もうダントツね、すごいですね。うわ、すごい、ペンプロート下のね、概要欄の方にリンク貼ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがうまいですね。いや勉強になります。いや、じゃあ一番の売りはやっぱ円。円、そうですね。まだ在庫はまだあります。ありますか。はい、Amazon にも売ってますので。あ、そうなんですね。はい、Amazon にも売ってますので、皆さんぜひ要チェックです。要チェックです。よろしくお願いします。すごい。え、このハンガー持ってるんですか。はい。めっちゃ可愛いね。このカーブが。ありがとう。めっちゃ可愛いです。すごいいいとこばっかり削ってますね。そうですか。めちゃくちゃいいとこばっかり削いてる。本当ですか。あと一個こだわったところが、こういうボールってみんな鉄でできてるんですよ。このブランドさんも。はい。だから錆びちゃうんですね。はい。え、鉄じゃないな。鉄なんですけど、はい、ちゃんとしっかり剥がりづらいコーティングをしてるので。汚くなりづらいっていう。へぇ、はい、いやちょっとこれ可愛い。ちょっと気に入ってしまったんやけど。ネーミングがまた可愛いですね。そうなんですよ。円とか三日月とかお月さん。そうですね、月シリーズで、ねね、出してた時がありまして、はい、かっこいい。ベルブロートさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。森園さんでした。超有名 YouTuber さんです。いや、これからもよろしくお願いします。わー、よかったです。なんと、ハモキャンプさんと会えました。はじめまして。嬉しいですね。こちらこそ嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃかっこいいです。いただきました。嬉しい、ありがとうございます。そうなんです。概要欄に貼っておきますので、皆さんチェックしてください。いやー、嬉しいです。素敵な概要欄があった。マジキャンプ場に行きたいなってずっと思ってた。そうなんですか。どっかで会えないかな。やっぱ一緒にしましょう、キャンプ。あ、そうですね。しましょう。あと一人犬がいる。あ、うちも犬。あ、そうですか。あ、でも老犬やからちょっと。もう来た瞬間から気づいてました。いや、本当ですか。はい、いつ話しかけようかって。タイミングを見計らってました。チラチラ見てました。緊張する、ありがとうございます。嬉しい。変な汗かきよったね。私もめっちゃ変な汗かきすいません。カメラで撮られる側が甘い。うん、確かに。よかったです。いや、よかったっす。声かけてよかったです。ありがとうございます。いただいて、いや、汗かいた。爆買いすぎて。いや、今日はね、本当に純粋に取材に来たんですけど、欲しいのがもう、そこでもうすでに2個。私まだここだけでも3個ぐらい。はい、ですよね。まだこっちまだじっくり見てないですけど、やばいですよ。よくもうあれも抽選して帰るから。あー、私ボンボネロ毎日抽選はい。ちょっとね、沼にはまっていきましょう。買っちゃいましょう。ハモキャンプさんでした。でした、ありがとうございました。バイセンキュー知ってる。初めてポーズどうやった。もうそこまで見ていただいてるってことは、もうかなり見てもらってる方や。嬉しい、良かったっす。ありがとうございます。嬉しいです。楽しんでください。楽しんでください。はい、ありがとうございます。いっぱい買っちゃってください。じゃあお次はアプリシアキャンプさん。これめっちゃ可愛い。こうメッシュの部分めっちゃ可愛くない？いいですね。こうチャックがあるし。めっちゃ種類多いな。このウェットティッシュケースはいいよ。これ。今やっぱアルコール消毒とか、ちょっと手汚れた時とかウェッティ必要やん。これめっちゃいいと思う。サイズも変えれんねん、ここで。
お次はシムクラハトです。もうさすがソールドアウトが続々と。この天板かっこいいよね。あ、でもソールドアウトですよ。土曜日に補充します。補充されるんや。そう、補充されるから皆さん、あの欲しい方土曜日に急いで来てください。実際につけたのがこっちで、このグリルフレームも見て、めっちゃかっこいいの。その日のフラットバーナー、これ黒くしてもね。いいの。これでも足が、うん、あれなんですね、ヘイドックス的な。そう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 、なんかこうするな、ヘリノックスの。見てくださいよ、この CD カバー。めっちゃおしゃれ。こんなんだから、え？シェルコンめっちゃ欲しがってきたの。おぉ、おい、シェルコン、これかっこいいよな。めっちゃかっこいい。え、でもこれ、全部揃えてみ。2万円。5万円超えてみません。やばない？またこれも沼やねん、これ。この、見て、この外のカスタム CB ガンカバーと、この辺はあれやけど、真鍮のつまみ、かっこよすぎるやろ。すごい、かっこいい、めっちゃかっこいいよな。やばない。出ましたよ、ボネロ。いろいろ飾ってあるけど、今回売ってんのはこの。これですね。はい。はい。で、イエローとクリアとアンバーが抽選販売しています。はいはいはい。かっこいいな、ボンボネロ。かっこいい。これやっぱあれですよね、ノンナさん応募するんですか。ボンボネロ応募欲しいって言ってたよ。いやでもな、ゴールゼロがもうないんだよね。ゴールゼロないっすよ。応募して帰ろうかな。ほんまもうね、この前グループキャンプで見せつけられたやん。見ました。それ見てからも、なこれって欲しいなってなって、このイベントですよ。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。それはでも売ってないんですね。売ってないんですよ。こんなんできるよってことかな。こうやって見たらさ、でもすごい数の量もゴールゼロ。そうやね。やばない？すごい、ゴールゼロで数や。ゴールゼロ祭りや。いや、かっこいい。こんだけ並んだらすごない？うん。ボンボネロが当たった際には、このステッカーも車に貼ろうかなって。車に貼ってたら、当たった場合でください。はい。でブラックスミスさんじゃないですか、これ。どこにボンボネロ、ボンボネロ、なんで、どういうこと。ブラックスミス、どういうこと、どういうこと。かっこいい。あ、面白いですね、ブラックスミス。すごいな。じゃあ次行きましょう。お次はウォンキーキャンプです。こちらも大人気みたいで、先着商品は全て終わってしまったみたいです。木目がすごい綺麗で、ここが多分光がこうつけるやつや。あの写真見せてもらったんですけど、このもんじゃ全部あれですか、うん、シェルコンの天板ですか。そうなると思います。こうですね、はい、
こういうことやる。で、こちら。こちらはまだ抽選販売。すごいね。すごい綺麗よ、木目が。おしゃれ、おしゃれ。かっこいいよな。かっこいいな、木が。木が綺麗。やっぱキャンプといえば木でしょ。抽選販売まだしてるので皆さん急いで応募してください。やばない。あれはまた違うんだな。お待たせしました。フラットバーナーのあれかな。販売ですね。かっこいいカッティングボード。お値段も8000円です。ダッパーパンチだと思います。読み方が曖昧です、いません。細かいよね。三脚もめっちゃ綺麗よ。めっちゃ綺麗。ここ伸びてゴールで綺麗。はい、じゃあ次行きましょう。お次はヘルムデザインさん。こちらはあのキャンプセールさんのオリジナルブランドで立ち上げられたそうです。めっちゃかっこいいシェード。ありがとうございます。もうパパさんがもう一目惚れして買うようになります。ありがとうございます。もう無理です。もう無理。めっちゃほら、はい、こちらは、はい、もうあのさやたらとこの明るさなんですけど、はい、つけると、はい、光が拡散が増えまして、より明るく綺麗に光る。確かにめっちゃ明るくなった。このポイントは、うん、このプリントですね、が綺麗にできるっていうのと、うん、アクリルのこの厚さ、うん、20mm あるんですけども、この厚さがこううまく光を拡散してあげて、で、綺麗に光ってくれると。このブランドを立ち上げたきっかけっていうのもありますか。そうですね、はい、まあ、ちょっとオリジナルで何かやってみたいと思います、うん、はい、でこのデザインですね、はい、とアールデコのデザインの、はい、投資しまして、はい、で、そこから発送しまして、はい、デザインしてます、はい、めっちゃかっこいいですよね、はい、これは野口さん一緒にこういうのがいいみたいな。そうですね、はい、かっこいい。コンセプトだったり、これはもう男心をくすぐるデザインです、はい、このテーブルも一緒のデザインですか。そうです、はい、この足も足まで全部入ってるからすごい統一感があってかっこいいですね。で今椅子の方を作られてるって聞いたんですけど、はい、イベントで限定で1脚を1脚だけ、はい、1脚それも最終日に、はい、最終日に抽選みたいな感じ。ちょっと今考えてます。あ1脚だけやって、じゃあ世界に1脚だけ。そうですね。うわー、やばい。カミトチェアですよね。カミトチェアです。やばい、皆さんやばいですよ。世界で1脚のカミトチェアが欲しい方はぜひぜひ急いでください。限定ですよ。キャンピングクラブです。ったんすね、そう、私ちょっとタープが欲しくて、なんかちょうどモニグロに合いそうな色合いのタープがこちらで販売してるっ
って気になってきたんですけど、その色がもう完売しました。ありません。残念すぎて。でもこれ見て、これ入ってんねんで、めっちゃ可愛くない？フリートの、うん、フリートの限定のあれが入ってんねん。限定にめっちゃ弱い。まあでも私はあのホワイトが欲しかったんで。色の話があるんですね。だからそう、ヘキサとヘキサ、オクサ、レクサ、ヘキサ、ヘキサのあの一回り大きいやつね。こっちだ。でもでかいですよね、確か。タープ欲しい。おすすめのタープ買ったら教えてください。モニグロに合う、モイモイモイ。もうええ。皆さんはどうですか、マックタープなんかマックオーなんかどっちですか？分かりそうなんですよ、うん、教えてください、うん、ぜひ知りたいです。コメント欄お願いします。じゃあ次行きましょうか、まだまだあるんで。おしゃれな自在発見しました。見たことあるよな、今流行ってんの、あの弾丸いうか、え、遠くないだけでもない。あー、これですよね、うん、いや、ちょっと見て、これめっちゃかっこよくない？ありがとうございます。ありがとうございます。コーヒーミル、コーヒーミル、めっちゃかっこよくない？このカーブかっこいい。バリスタプロ、看板すみません。おお、手軽に握ってしまった。ちょっと待って、すごい、かっこいい。ちょっと待って、フェデカのやつじゃん。これほら、アンパンのお釣りで帰るやん。しつこい。お前、帰る。いい、かっこいい。これもこれがこれ。わかりました。補充はされるんですけど、このフリートのこの持ち手が、はい、もうない。あ、そういうこと。はい、これを着ていただければ補充はするので、結構お問い合わせいただいてね。これを、はい、できるだけすぐに補充してますね。欲しいんやけど。え、黒は、黒がいいよな。買っちゃいました。使っちゃいましょう。いやでもこれも欲しいんやけど、トング。これもトングは結構もうすぐ売り切れちゃうので。そうですよね。イベントであの、まあ、ここに限らず いろんなイベントで、まあ、先着で販売してるような感じで。ほら、はい、もう初日でも販売してたんですけど、うん、すぐに完売してしまったので。マジですか？使われるんですか？これ2日目の分です、はい。ちょっと待って、あと2つ残ってるっていう感じですね。あ、はい、あ、これでもう終わりってこと？終わりです。やばない？同じウォールナップでもちょっと色味が違うので若干ね、悩まれるお客様とかいらっしゃる。こっちが怒らいもん。好みやな。あと2つ、これが良かったですよ。やばない。種類がね、2つしかないんですけど、あと若干違うんですよね。え、はい、違いますよね。ちょっとこれは欲しいやろ、これ。いや、すごいな、なんかママさんっぽくなかったけど。いや、でも私な、キーキャンがさ、フェデカのナイフ使ってる時から使ってた。欲しくて欲しくて。いや、買っちゃいましたね。まさかの。じゃあ、買っちゃいます。はい、お豆ゼロファイブ、お豆ゼロファイブというブランドなんですけど、はい、私はちょっとすみません、初めて見たんですけど、はい、こちらのブランドっていうのはどういうコンセプトみたいなのあるんですか？ね、はい、まあ、お豆キャンプさんっていうインスタグラムの、はい、インスタグラマーの方、フォロワーが今何人、あの6000ぐらい、6人ぐらいいらっしゃる方が、はい、僕も友達 で一緒にキャンプをずっとしてる中で、はい、やっぱりこう自分が、あ、なんだろうな、いいと思ったものとか、ちょっとこうやったらいいのにとかっていうものを何か作りたいなって言ってて作ったのがこのお豆ゼロファイブっていうブランドですね。そうなんですね。はい、もうこだわって、
なんだろう、例えば大量生産の害虫とかそういったものではなくて、あの少量でもいいからもう自分がいいと思った方法とか、いいと思った塗装とか、そういったもので作り上げようっていうので作ったブランドですね。で、初めの商品がこのテーブル、あ、はい、2つです。お豆テーブル、お豆テーブル、はい、もうお豆さん呼んでるんで、もう自分の名前を本人は違う名前が良かったみたいですけど、まあでもお豆がいいだろうということでテーブルを作られて、これはもう全部セットで、足は別です、足は別、上だけ、上だけ、はい、足はお持ちのエリノックスさんの足とか、はい、違う他社さんの足でもある程度使えるようには。あ、そうなんですね。やっぱりヘルノックスの足を使うとすごい安定しますよね。もともと言うので、ヘルノックスの足がダックっていうその有名なポールメーカーの、あのものを使っているので仕組みは一緒ですね、はい、この4点で止めるっていう感じです。 あ、なるほど、ここで止まってる。いや、この映画めっちゃ可愛いんですけど、こんなんです、ね、あの、ありそうで、はい、こういうその、イラストを物に入れるっていうのが今までなかったんですよね。あの、ロゴだけとか、はい、あとはそのミリタリーっぽいフォントとか、はい、そういうのはよくあったんですけど、はい、よく言うとやっぱり万人受け、皆さんいろんな多くの人に手に取ってほしいので万人受けでデザインしてしまうと、やっぱり好き嫌いが分かれるイラストっていうのがなかなか入れにくかったんですけど、もうそこは思い切って行こうっていうことで、これもキャンプの仲間が描いたものを起こして、はい、で、吸って、すごい可愛い。あとはもう一つ言うと、あのこういう形のテーブルってすごい流行ってて、この下の、例えばそこでオンディさんも言ってたんですけど、スケートボードを天板にできる足っていうのがすごく流行ったんですよ、はいはい、SBS キットってバレステックスさんのなんですけど、はい、ただそれはどうしても足と上は別、はい、足買って上買ってっていうところだったんですけど、はい、もうそれをまるっと一つセットにして売ってしまおうっていうことで、 あえて SBS キットっていうその足を使わずに、もうこれコットの足なんですけど、あ、そうなんですか。そうです、コットの足です。あ、ほんまや、コットってこれ3つぐらいでこう確かに止まってるんですけど、あの、あえてこれを使うことによって、あの既製品ですので価格も抑えられるし、でコットに使われてるぐらいなので強度も出るっていうことでこれ使ってます。へえ、はい、すごい。だから全然、まあ座らんとってほしいんですけど座ってもまあいけるぐらいの形ですね。座らんとってほしい。今黒しかないんですけど、本当はあと2色、ターンとオリーブとブラックの3色展開にしてます、はい、なんかこの手榴弾とかも、これも今回ね展示で、はい、だから皆さんこれも結構ね売ってないのって今日、ね、昨日これをいただいたんで、はい、本人にはもう言ってるので、うん、ちょっと今回は間に合わないと思うんですけど、はい、間の後また製品化してやっていこうかなっていう、うんうんうん、これは絶対売れますよ。これってことでしょ。そうです、これっていうことです。めっちゃ可愛くない手榴弾。これはもうコンセプトで、僕らそのグループでキャンプをすることが多くて、あ、はい、なんてこと、例えば焚き火を囲んだ時とか、メインの食卓やテーブルがもうあって、自分の椅子だけ持ってきた時にちょっと横にあると、あ、飲み物とか、そうです、自分のシェラとか飲み物とかをごっちゃ、結構みんな持ってるもんかぶるんで、あのグルキャンあるあるなんですけど、自分の分からなくなるんですよ。それをここに置いていくと分かりやすくなったりとか。そうですよね、本当にサイドに使いやすい形で、これはもう三脚です。あ、カメラの三脚を使えるようにしてますんで、うん、高さも変えれるし。そうです、そうです、そうです。あ、なるほど。で、あの安定、斜めのところでも三脚なんで全然安定して取れるので、そうですよね、いいんじゃないかな。ここもしかしてポール立ててランタンとか。そうですね、けどこれはね、まだその穴じゃないんですけど、こっちがそうですね。あ、こっちですか。こっちです。これが多分 M8 サイズで切ってるんで、あのエッジスタンドのホールとか、本当はね、ごめんなさい。これもそうなんですよ。あ、そうなんですか。はい。へー、で、あ、じゃ売り切れちゃって、ここにこう立てて、はい、ここにこう小さいテーブル、ブリッジテーブルって言うんですけど、はい、あるんですよ。で、それ機能全部なくなっちゃったんですよ。ね、で、最後お客さんが現品でもいいから欲しいっていう人がおって、今取ってちょっと昨日もお売りしちゃって、多分土曜日ね、持ってくるって言ってたんで。ああ、そうですね、すべては土曜日。すべては土曜日。こんなん初めて見たね。
これから楽しみです。そうですね。いろいろ新しいものも考えていってるみたいなので。あ、そうですね。はい、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。楽しかったです。お豆ゼロファイブさんでした。ありがとうございました。ではちょっとプリントに関しての詳しく聞いてみたいと思います。はい、プリントというイベントを、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、フリートっていう言葉は、和訳しますと、艦隊という言葉、はい、で、参加いただいているブランドさん、はい、様を一つの船に立って、で皆さんのイベントで集まっていただいて、で、いろんな、コラボだったりとか、一緒になって、イベントやっていこうという意味を込めまして、はい、フリートという名前を付けました、はい、なるほど。ほんで、あの今回撮られてる、ブランドさんっていうのは、はい、いつもセールさんに置いてる、そうですね、はい、商品当店で、はい、予約セールスで取り扱いにいつもお世話になっているブランドさん、あ、はい、そうなんですか、集まっていただいて、結構いろんなブランドあったんですね。はい、お世話ですね、いろんなブランドさんが集まっていただいて、さすがガレージブランドに強いセールスさんです、はい、すごいなと思います。で今回はそのフリートだけでしか販売してない商品もいっぱいあるので、はい、たくさん、はい、各商品ありますので、皆さんぜひ足を運んで実際見てみてほしいなと思います、はい、25日の火曜日までありますので、ぜひお越しください、はい、ありがとうございます、はい。